はい、どうも、あっちゃんです。今日も楽しく投資&仮想通貨情報を配信していきます。よろしくお願いいたします。いかがお過ごしでしょうか。ゴールデンウィーク今日でね、最終日という方もいらっしゃるかと思いますが、まあおそらくね、明日からもテレワーク続くと思いますので、頑張っていきましょうということで、ちょっとね、スタートしたいと思います。で、今日はですね、ビットコインですね、ビットコイン、今日もビットコインで、ビットコインですね、2020年こういろいろと著名人がですね、まあ価格の予想をしていたかと思うんですけども、まああるですね、テクニカルアナリスト、アレシオ・ラスタニー氏がですね、まあ、YouTube 動画上げてまして、こちらの動画ですね、このアレシオ・アスタニー、ちょっとね、いつかね、コラボできる日を祈っていきたいと思いますけども、まあすごいですね、22万人ということで、かなりのね、チャンネル登録者と、まあコメントがね、かなりついております。で、まあこの方がですね、ワイルドカードシナリオと題して、このビットコインのね、価格を、こうエリオット波動の予測を用いてですね、まあ行っておりました。2019年ですね。で、まあ2万ドル、まあ200万超えですね。2万ドルに向けたこう上昇を、まあ2019年10月以降に、まあ始まるとしていたんですけども、このね、このコロナの状況で、まあ3月のね、暴落を受けて、まあ予想を修正してました。まあそこからですね、もう最近ですね、この5月3日ですね、5月3日に上げられたこの動画によって、この2020年、こう1万8000ドルから2万ドルに向かう可能性が出てきたという予想をね、していたので、まあちょっとね、お届けしたいと思います。で、まずですね、このエリオット波動ですね。まあエリオット波動、そもそも何かというと、まあ欧米はじめ世界中に多くのね、信奉者がいる相場分析法らしいですね。まあエリオット波動。チャールズ・ダウより少し古い、遅れて米国で活躍した株式アナリスト、ラルフ・ウルネス・エリオットが生み出した、まあ、戦後60年代になって再評価された投資家を注目を集める分析手法のようですね。まあ、単なる相場の値動きだけじゃなくて、まあ、こう1000年単位の歴史の周期まで、まあ、視野に入れた、まあ、壮大なものとされてますと。で、まあ、エリオット波動、一言で言うと、まあ、相場にはね、こうサイクルがあって、まあ、値動きには一定にリズムがあると。で、まあ、エリオットはね、過去ニューヨークダウ平均を緻密に分析することで、まあ、値動きの中に、まあ、上昇下降の波が、まあ、一定の規則性を持ってね、何度も出現することを、まあ、発見されたと。で、上昇5波、1,2,3,4,5波ですね。で、下降3波という、こう、エリオット波動の根幹をなす動きの周期というふうに、まあ、言われておりますと。で、まあ、この今回ですね、このラスタニー氏は、こう、今年ね、2020年3月のこのコロナの暴落によって、まあ、予想を修正、まあ、してたんですけども、もう昨年のね、4月ぐらいから、まあ、始まった、このワイルドカードシナリオ、この5波ですね。まあ、5波のうち、こう、まだね、2波しか終わってないよと。2波に終わったに過ぎないよというふうに言っております。で、上昇はね、まだね、こう、数回上下を繰り返すというふうに言ってて、まあ、第1波はね、昨年の、まあ、6月だというふうに言ってます。で、まあ、そして下落の第2波は3月の、暴落時に起きたというふうに言ってて、で、まあ、現在はね、長期、強気相場にあるというふうな見解で、まあ、2万ドルに向かう第3波の中に今ね、現状あると。これは上昇していって、まあ、最終的にはね、2万ドルに近い値で到達するというふうに言ってますね。で、まあ、特にですね、この彼が最も注目するのは、まあ、今後3ヶ月だというふうに、まあ、言ってますと。で、まあですね、その彼がね、その昨年6月に記録した、まあ、高値の、まあ、レジスタンスですね。まあ、このあたりなのかな。で、まあ、このね、この価格を、まあ、破ることができれば、このね、エリオット波動の第3波にいるということが言えるというふうに言ってますね。で、まあ、ここのね、ラインで、まあ、当然弾かれちゃうと、まあ、弱気のままになるというな、いうふうなね、見解のようです。で、まあね、それほど的外れな見解ではなくて、まあ、多分誰もがね、考えるような見解のような気がしてます。まあ、まずはね、このラインですね。ここの6月のラインを、まあ、超えてくれというところではありますけども、結構ね、そこがかなり抵抗線となって、まあ、押し返されるような、まあ、気もしてはいるんだけど、まあ、そのね、流れは、まあ、この3ヶ月にかかっているというところみたいですね。で、まあ、やはりですね、まあ、昨日もちょっとね、動画でお伝えしたんですけども、まあ、このね、コロナの状況で、ウィズコロナの状況で、こう、経済をね、回復させようとする動きがね、かなり世界的に加速しているかなというふうに思います。
まあ、例えばですけど、まあ、この記事ですね、まあ、新型コロナギリアドがレムデシビル増産、上海ディズニー今月再開ということで、まあ、これもですねかなりプラス材料な記事かなと思います。まあ、ディズニーランドもねちょっとね私かなり好きなので、まあ、かなりこれは朗報かなと、好材料かなと個人的にはまあ思ってるんですけども、まあ、こういったですね、まあ、経済を再開させるような動き、まあ、上海なんでね誰か国内以外、中国国内以外誰か世界のね各国が中国に今の状況で行くかというようなところはねかなり疑問ではあるんですけども、こういった情報がね出てきてます。であともう一つ、この米国市場株と原油が続伸、ロックダウン緩和への楽観広がると、楽観広がるというふうにまあありますけども、まあ、これもですね、まあ、結構ですねアメリカのね経済を回復させるという、無理やり回復させるという動きですね。まあこのコロナの状況でもうウィズコロナ確定ではあるので、まあ、いかにですね、まあ、感染リスクを抑えながら生活していくといったところがね重要かなとは思うんですけども、まあ、こういったですね、まあ、ちょ私的に言うとこう作られた材料ですね、まあ、これによってこの3ヶ月ね、あのもしかすると、まあ、株含めてね上がっていくと思うんですよね。まあ、金融緩和も大量にお金吸ってますし、まあ、当然ね回復を見せるような状態になるのが続くかなと思います。まあ、それに反して、まあ、ビットコインはねもしかすると、まあ、下がっていく可能性がある。この抵抗ラインをね、押し下げて、でさらにねここの値幅ですね、上がったところをこう戻してしまうというところもね予想できるかなと思います。まあ、ただですねそれ以後結局はですね、まあ、秋にかけてとか、ウィズコロナ第2波、またはねこういった経済の倒産、そしてこうジャブジャブ資金を緩和している状態のツケがですね、まあ、徐々に出始める可能性がここね数年出てくるかなと思うので、このですね上昇が今後ね下がっていく可能性もあるんですが、ラスタニー氏が言ってるこの第3波に今乗っているというところと、ラインを超えてくると、2019年6月のねこのラインを超えてくると結構ね期待が持てるのかなと思います。ビットコインということかなと思います。やはりですねもうこの経済の状況は何とも混沌としていてですね、まあいろいろとですね憶測が飛び交いですね、もっとね景気が後退するとか、まあ、大きな金融危機が起きるとか、そしてね地震、今最近ね地震で警戒音がねスマホ鳴ってて、皆さんね不安が募ってるかなというふうに思うんですけども、まあそういったですね状況の中で、これからもっとね経済がひどくなっていくといったような内容予想も立てられるかなと思います。まあそんな中で、まあ、ビットコインね安全資産になり得るかといったところは、常にねサトシ・ナカモトにより構築されたこの P2P 分散化のねデジタル通貨ビットコイン、これがねどう今後ね成長していくかというのは注目かなというふうにまあ思います。まあ繰り返しになっちゃいますけども、まあこういったね好材料が出始め、まあおそらくですけども5月か6月前半また中盤にかけて、このロックダウンというか緊急事態宣言がね緩和解かれる可能性も十分にあって、でそこから経済が回復したような形相に一時的に見えるなると、まあそうは言っても実体経済景気が良くならないし、倒産がね4月5月6月と1月から3月の状況から見て倒産が当然増えていく可能性もあるので、まあそこに対してねビットコインとかデジタルゴールドとか、まさにゴールド地銀金ですね、まあこのあたりがね今後この3年間4年間にかけて徐々に上下を繰り返しながら上昇をねしていくんじゃないかなというふうにね、まあ私個人的には予想して願ってますというところでございます。はい、で今日はですね、まあ最後にお伝えしたいのが、まあ歴史はね80年周期で繰り返すというキーワードが、まあ最近ねやはり一部のですね、まあインフルエンサーの中で出てきているかなというふうに思ってます。でまあ私もねここの流れは一部ですね、まあこの80年で繰り返すというキーワードをもとに、このね3年5年投資のスタイルにしていこうかなとちょっと思っていて、まあ80年周期でね、まあ歴史は大きく大変変動変わるということですね。で、まあ、コロナがね最近起きて、でこれから起きようとしているのは、まあ、最近起きている、まあ、地震ですね、まあ、震災、まあ、それがですねまた東日本大震災のような形で、まあ、直近だとねああいったイメージで、まあ、また起こる可能性があると、まあ、ちょうどね80年ぐらい前の歴史を調べてみると、
どんなね、地震が起きたかっていうのが、まあ、わかるはずですと。で、あとはね、こう、米中戦争、まあ、このコロナのね、まあ、ウイルス核戦争なんてね、言われてますけども、これもね、まあ、一部ね、ウイルスをね、お互い撒き散らし、まあ、混乱を装ってね、国を潰し合うというようなね、この米中貿易戦争なる米中核戦争、核戦争じゃないな、まあ、ウイルス戦争ですね。まあ、こういったのも、まあ、今後ね、第3波、いろいろとね、継続していくのかなと思います。で、そして最後は、この金融危機ですね。大きな金融危機、大きな変革、変換。まあ、これを余儀なくされていくと。で、こういったね、一瞬ね、かなり不安を持ったような、こう、状況、不安をかき立てるようなね、感じで、あるんですけども、これは逆にね、大チャンスでしかね、思えない私にはっていうところですね。まあ、稼げる大チャンスじゃないのかなというふうに思って、まあ、ここね、3年の投資のスタイルとしてね、いろいろしていきたいというふうに、まあ、思っております。まあ、このね、キーワード、この80年周期とこの4つのキーワードをもとに、まあ、何かですね、まあ、大きなチャンスを、まあ、勝ち取っていきたいなというふうに、まあ、思ってますと。まあ、その中の一つね、ビットコインもチャンスとしてあるのかなと思ってますし、まあ、ゴールドですね、金ですね、まあ、このあたりもチャンスだと思ってますと。で、今、2024年、まあ、紙幣が、ね、大きく変わるということもあって、まあ、その流れも、ね、非常に重要かなと思います。まあ、なんでね、私もね、こう再三言ってる通り、自分のね、法定通貨、日本円ですね、まあ、これをね、徐々にね、違う式に変えていくといったようなね、動きをで、ビットコインも含めているんですけども、まあ、このあたりですね、まあ、非常に自分の資産を守るというスタイルで、こう取り組んでいければいいかなというふうに思ってます。はい。で、まあ、ビットコインに関してはですね、まあ、ここ最近バイビットですね、レバレッジ取引所のバイビット、かなりですね、登録いただいて、本当にありがとうございますと。で、まあ、取引もね、かなりしていただいている方がいて、まあ、本当に感謝しますということで、まあ、バイビットね、まだおすすめなのと、まあ、キャンペーンもやってるのでですね、ぜひね、ビットコインでのレバレッジ取引ね、組んでいただければいいんじゃないかなというふうに今思います。はい、ということで今日はですね、ビットコインの価格予想、エリオット波動を提唱しているアナリストに関してのお話と、まあ、80年周期ですね、まあ、歴史を80年周期で繰り返すというこのキーワードが、まあ、ありますので、まあ、皆さんもね、ぜひね、調べていっていただければいいんじゃないかなというふうに思います。ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた、あっちゃんでした。